はい、こんにちは、村尾さとしです。今回はですね、1日1実践を意識しようという話をしていきます。で、昨日登別から札幌へ戻ってきまして、今はここ札幌のホテルの一室です。先日あるツイッターでこういうのが出ていました。先生がパワポで授業してると自分のクラスの生徒が羨ましがって困るから、パワポイントで授業するのやめてくれというふうに年配の先生から言われたという人のツイッターなんですね。で、そこでその方が、じゃあ作ったパワポをシェアしますよっていうふうにお伝えしたところ、パワポなんてね、今まで使ったことがないからできないっていうふうに、でとにかく足並みを揃えてくれっていう風に言われたっていう、ご覧になった方も多いと思うんですけれども、これについてたくさんの返信がね来ていました。まあ、まさにですね、そういうことを言うベテランの先生っていうのはね、老害っていう風に言われてしまうんだと思うんですけれども、まあ、そんな風にならないようにするためにも、その一日一実践ということを意識してくるといいと思います。まあ、一日一実践といってもそんなね、もう 100% 毎日やることは難しいかもしれないんですけども、意識することが大事で、もうほんちょっとのね、小さなことでいいと思ってます。例えば、まあ、ちょっと今日は少しだけ違うね、やり方でやってみようとか、あの声の対応を少し変えてみようとか、もうそういうのでもね、一つ一つ新しい実践になるわけですよね。そして、その結果、少しでも成果があったことは、できるだけ記録していくといいと思います。私の場合はそれを学級通信に書くこともあったし、まあ、学級通信に書けないことは、ダイアリーみたいなものに書いて、残していくということですね。で、記録に残さないとね、どうしても消えてってしまいますので、できるだけ記録に残すってことですね。まあ、集案簿の中にちょっと書いといてもいいし、そんな難しくない形で、その人に合った形で記録できればいいと思ってます。そして、一日一実践ってことを意識していくと、結局ですね、ベテランの先生ですね、さっき、老害というふうに言われてしまうようなベテランもいますけども、ベテランの先生っていうのは、やっぱり経験値が若い先生と比べると、圧倒的に多いわけですので、何かこう、新しいことを取り入れたときに、今までの自分の過去の実践と結びついて何かね、また面白い実践が生まれる可能性ってすごく高いと思うんですね。ベテランの先生の経験値というものを生かすという意味でも、一日一実践を意識することは非常に教師力を高めていくことになると思います。まあ、そのようにしてですね、日々過ごしていけば、先ほどの先生のようなね、パワーポイントを使えないから自分は使わないと、あなたもやめてくれと、足並みを揃えましょうっていうようなことをね、言わずに済むというふうに思うんですね。まあ、そんなに大きなチャレンジっていうわけではないですけども、本当にプチチャレンジみたいなものはね、日々継続していけたら教師としてこう着実に成長できるんじゃないかなというふうに思いました。先日のツイートを見て、ちょっと思ったことをお話しさせていただきました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。